わ、惜しい。よっしゃ、みんな、今回もね、友達コレクションやっていくわけなんだけど、日付ずらしております。日程を少しずらしておきました。ちょ、日程をずらしたというかね、ちょ、たまに夜のモードもいろいろやってんじゃないかと思うわけで、まあ、今回ミーを作ってきたんだけど、その前にミーニュースの時間よ。さあ、というわけで、いきなり新キャラ来ちゃってない?大丈夫?はい。ネイルアート。はいはいはい。最近え木彫りの熊の模様のネイルアートコラ画像じゃねえか。うん、一さん冗談で始めたのかよこれ。あー続くのかこれ、ブームなのこれ。アフトゥーニさんどうした、いや興味なさそう。嘘だろ、どこに感じたのそれ。はいだよ。はい、はい、ありがとうございます一条寺さん。みんな他にも見せたいニュースがありましたね。これですね、またマイキーじゃん。はい、ビデオレーターを紹介だって。ウテナさんからのビデオレーターだって。あ、14歳から友達募集のメッセージ、そんなのもあるんだね。これ実際友達になりたがる人多いのかな。あ、はい、だったら実際の商品見せた方がいいと思うけどな。妄想じゃんほぼ。あ、マットじゃん、ボクシングやりたいマーさん。うわ冷た。うわこいつら、やっぱこの世の邪悪に冷めたものだわこいつら。ひよってるやついるじゃねえよお前、もう煽るな。あとこれ見たっけみんな、これまだ見たない気がするな。俺もこれはタイトル見たことない気がする。バナナバーガーだって。びっくり寄生粉。どんなバーガーショップだよ。非常にまずい。まずいのかよバナナバーガー。バナナバーガーだもんな。うん。まんまじゃねえか。うん。いや丸ごと入れるな。せめて身の部分だけ入れろよ。ああ、なんつったのこれ。涙ながらに語っていた。どういうことだよ、悔し泣き。ぬいぐるみさんじゃん。よう。同情されてんの。いや、腹立つな、地獄の支配じゃん。で、次はマンションの改修工事だね。12月30。ついにマンションがね、100人用にでかくなりました。そうです。さあ、だいぶでかくなりました。もう最大数だね、これ。そいつは何よりだぜ。まあそうだね、まあこっからはまあ地道にいろいろとやっていくって感じかな、宝田さんが。はい、ありがとうございます。さて、というわけで今回は新しく作ってきたミーたち紹介したいんだが、どこの列からだ。ハルとダイゴ作って、トマリも作って、ニノ作って、リッカちゃん作って最後だったかな。いや、アイちゃんで最後か。だから今回は7人増やしたのかな。いや、8人か。8人増やしたんだね。まず1人。あれですね。良い子の浜口さん。良い子の浜口さん作ってきました。コードネームはマッサルでございます。いや、コードネームじゃない、ニックネームだな。で、まあ、マッサルさんはまあ遊びたがってるだけなんで、次もう1人、レッツ。レッツですね。レッツさんはあれだね。一乗寺レッツさん。さっきのあのニュースキャスターやってた人だね。あれ、宇宙刑事ギャバンの主人公らしい。俺そこまでそこら辺の特撮詳しくないからわかんないんだけど。なんか今画面変わんなかった。怖くない？もう一個。とりあえずそうらしいね。ということで、一乗寺レッツさん作ってきて次、V3! OK、V3 でございます。さあ、V3 でございますが、あの仮面ライダー V3 ですね。まあ、ちょっとそれっぽく作ったけど、まあ、まあ、時代を感じるような感じにしときました、一応。やっぱこの時代に人たちはね、やっぱ男気あるからね、顔も男つきよくしておきます。で、次日野英二ですね。まあやっぱね、まあちょっと日野英二はちょっと明日を暮らすのもちょっと大変だからね。まあね、明日履けるパンツさえあれば何でもいいからね。英二はおい、英二ちょっとなるとアンクも作りたいけど、アンクは手しかねえし、なんなら髪の毛金髪キャラのあっちの方もむずいしね。え、あっちの方作るのはなかなかむずい。うわ、カメラ目線。まあ、とにかく英二作ってきました。髪型がそれっぽい感じがあるから、
意外と作りやすかったね。次、ナルタキ。ナルタキ、あ、ディケイドの、なんか毎回ディケイド破壊してる破壊してる、あいつ悪いやつだわ、つってる人だね。ちなみに一応もう、髪の毛と再現するの難しかったね。帽子被らせてごまかしました。まあ、こんな感じだね。次、ディケイドのストーカーしてる人、いや、お前もシャックリしてる？さっきエイジもシャックリしてなかった。エイジが V3 か。シャックリしてたよな。あれだね、ディケイドのストーカーしてる人だね。まあ、すごい人だよねって感じがする。まあ割と顔は似せられたけど、まあ結構仮面ライダーのね、俳優さんの人。ほぼ眉毛がちょっとキリッとしてるんだよな。だから同じような顔つきになるのは仕方ないと思う。てか今回仮面ライダーね、追加要因が多すぎ。俺の人もマジで仮面ライダー島になりそう。で次、なんかね、ブルーアーカイブの先生。似顔絵先生作ってほしいって言われたから、なんだ、眉毛からなんか目が出てきた。というわけで、こんな感じでなんか似顔絵通りに顔作ったんだけど、平気かね、クオリティはまあ期待しないでくれ。怖っ。なんか眉毛がたまに目出てくんで。で、次。あれ、その同じキャラのなんか白子って女の子だね。クール系な、にしたんだけど。まあ多分そういう感じだよね、あの顔つき。これで意外と明るい子だったら許してほしい。まあ割と可愛く作れたけど、猫耳なんだよね、その子。で、後でカチューシャとかプレゼントしたい感はあるね。さ、というわけでなんか友達欲しがってる奴らがいるから、まずはゼロと、ムスカ、じゃあムスカから会いに行ってみるか。ナルト走りすんな。どうした？よう。はい、こんばんは。で、どうしたよ。え？お前が俺のキューピッドをやろうとしてんの？ああ。エンマと、まあ相性は良さそうだけどさ。まあいいけど、いいと思う、ダメだと思う、ダメだと思ってやったらどうなんだろうね。俺正直俺のキャラだから別にダメだと思ってやってもいいと思うんだけどさ。ダメだと思ってたらどうなんだろうね。落ち込むのかな？じゃあやってみて、一回だけ。素直か。素直すぎだろ、お前。素直すぎだろ、いくらあんでも。そんなすぐやめなきゃ、ちょっと粘ってほしかったね。少しは粘ってほしいもんだよね。まあ、いっか。で、どうした、お前は。ああ、ゼロコリコと仲いいのか。まあ、仲いいんじゃない。でも、親友は濃いめって書いてあるけど、どっちかってこれ、親友に告白しそうな、濃いめちゃんにね、告白しような感じするけど。で、しかもこれ、レベルアップすんね。そうだな、何あげよっか。道具でもあげよっか。いや、歌あげるのもありか。歌は、でも歌は奇抜な人を歌わせたい感あるからね。そうだな。何あげよっか。シャボン玉セット、体重計。いや、意外と結構あるな。テニスラケットとかあるし。まあ、ノート PC なんじゃない？やっぱ。ノート PC はやっぱね、こういう人は持ってそうなイメージあるでしょ。ゼロは特に持ってそうじゃん。はい。で、次、カイトが悩んだんで、カイトにやってきた。まあそうなのかな。でどうした。あ、腹減りさんね。だったら何がいいかな。こんにゃくでも食っとけば。こんにゃくでも。はい、はい、ガツ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 。さあどうだ、好みか。意外と好みか。意外とだな。好物にこんにゃくが入るって絵面すごいな。しかも俺までくれるなんていうのなやつなんだ。胃腸薬だ。じゃあ、マッサルと遊びましょうかね。遊びましょう。さあ、問題は何か。うわ、キャッチか、キャッチね。これね、まだ一回も動かない成功じゃない。何そのアヒル。天下一ブサイクじゃん、それ。ほっ、やった意外とやっぱ遅めタッチすること大事で。はっ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 て感じだ、ほんとに。で、これ何？もう勝ったけどどうなんのこれ。ありがとうございます。あー、これもうもらえるのこれ。あー、はい。ありがとうございます。アヒルのおもちゃ、天下一ブサイクね。ピクミン2でね、そういうお宝名でアヒルのおもちゃがあんのよ。天下一ブサイクって名前で。多分調べて出てくると思うよ。で、これ他に誰が遊びたい？キウイちゃんが遊びたい。キウイもう、今発言しない方がいいのかな。あ、いいよ。さて、問題どんな遊びになるか。超アップクイーズ。超アップクイズ、まあ、そこまで難しくないかな。アボカドじゃないのこれはさすがに。パエ、あ、でもパエリアって感じもするか。いや、アボ。ああ、ナルタキが遊びたがってるらしい。まあ、すべてディケイドのせいだからね。いいでしょう。さあ、一人で合わせですか。まあ、見ててくださいよ。当ててやりますよ。ここ！ここ！うわー、スイーツ違い。ちょっとまあ、一つぐらいはね、食らってもいい。こっから俺のお店行きたいね。あ、ティラミスいいね。ただな、そればっかりどうしようもないからな。ここは？うわ、立花さん！
ここ。うわー、本郷たけし仮面ライダーつながりで会うってセーフにしてほしかったね。え、プリンね。プリンはここだったっけ？オッケーオッケー。プリンここだね。ここなんだ。カニ、ここ。うわ、本郷たけしかよ。本郷たけしさん。オッケーオッケー。本郷揃ったで、立花さん。まあ、あとはカニさえ出れば勝ち確だな。サスケ、ここ。よし、オッケー。珍しく今回連なってなかったね、あまり。オッケーオッケー。やっぱ、ほんと前、俺、ともこれよくさ、前のやつでさ、あれだよね。ゾロ目でできたよね。というわけで真ん中、なにこれ、紙おむつ。しかも今回、なんかそのまま現金みたいのないあれ。なにあれ、一万円札なんかその麦、一昔前のなんか聖徳太子が書かれてそうな札束じゃないあれ。欲しかったな。いやみんなせっかくだしさ、ちょっとジェイクになんか歌歌ってもらおうぜ。もともとがヘビメタなんだっけ、ヘビメタらしいから。とりあえずなんか曲を歌ってもらおうぜ。それじゃあみんな、聞いてください。ジェイクでゴリコへの気持ち。いやー、相変わらずこいつはゴリコへの気持ちがひどいね。ひどいもんね。で、ここで視聴できるらしいね。おい、てか、音痴すぎない？ちょっと。音程外れすぎない？お前。俺様、あおーってなってるもん。前作と違って、あれだね。前作と違う、そのままの音声で話されるから、やばいことになるな。で、そうだよね。これ、ウルゾーはなんだっけ？オペラか。ウルゾーにも歌ってもらうか、せっかくだし。何にしようかね、歌詞。まあ、とりあえず、すごい顔だな、お前。まあ、いや、とりあえず、なんか歌、とりあえず作ってきます。それでは、聞いてください。ウルで、てっぺん、ハゲた。いや、今回ソロで歌わせたけど、いや、いい曲だったね、本当に。まさかね、てっぺんハゲたらこんなにね、なんかね、思ってたとはね、気持ちがすごい伝わったいい曲でした、本当に。絶望に打ちひしがれながらもね、なんとか抗おうとして全員同じ頭にしてやるっていうね、意志を感じたね。でもね、正直この島は割とハゲが結構多いからな。なんだハゲ同士今友達になってるもんな。あ、友達になってほしいって言われたんだ。いいんじゃない？実際髪の毛生えてるメンツがあまりにも少ないからな。あ、カオシちゃんすげえなんか笑ってんじゃん。お邪魔。うわ、すっごい歩み呪い。よ。というわけで、さあ、友達に問題になれるかどうかよな。いや、にしても歌のやつ楽しいね。歌詞が自由に決められたのがマジででかい。あとはみんなにそれぞれ歌をプレゼントしたりして、より完璧に強固にしたいね。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。で、友達関係増えたと、やらないよ、何気にあれか女性友達は初めて。そういった何より。で、レベルがどんどん溜まっていって、金ももらえて、お礼くれる？なんでしょうね。さあ、風邪薬。で、あ、結構友達らにガンギマルティ合わないかも。まあ、マルティンだもんな。てか、女性友達意外と多いな。そう、父とガンギマルティンが全員男だもんね。いや、女性だもんね。で、さて、どうしよっか。最近誰か構ってないな。リンネちゃんは昨日構ったけど、純木さんはまあ、キュークも変わった思い。悩んでる人たちが、ほぼ悩んでる人たちが、なんかちょっと微妙なとこだな。公園に出かけてる。みんなそれぞれ出かけてるみたいだな。
お、みんな、今屋上来たらなんか、思った以上に賑わってるぞ。すごい絵面だな。どうしたんだ？エンマとイチは何を見てんだ？ UFO やっぱ呼ぼうとしてんのかな？え、ガンギマルティンと小夢ちゃんあれ。意外と仲いいんだな。やっぱ金髪同士なんか話が合うんかな。うわ、すごい異色なメンツだな。それぞれ違う。ニノとカオスちゃんと、やらないよとサッちゃんと、エイジとナルタキ。いや、なんだこのメンツは。そうだな。なんかいろいろ調べてみる。自動入力ちょっとやってみるか。いや、これはおらんだろう。え、お前ら、仮面ライダー組、何やってんだ。やっぱりスーパーヒーローだからこれじゃない。これは仮面ライダー二人、あの仮面ライダー、おいおいおい、エイジ。まあ、エイジは確かにそんな決めポーズしてなさそうなイメージだけど、さすがだな。そうだな、自分は写真集党だと思う人、自分は家族写真派だと思う人。なんだこの争い。下画面見てみんな。なんだこの二つ。背泳ぎが趣味な人もよくわかんねえしな。何がいいかな。さあ、これはどうだ。満場一致だったけど、前は。エイジエイジとやらないよ。さすがに今回は鼻毛派はいなかったか。眉がおかしかったんだね、やっぱり。あ、出した。で、樹木さんはどうしたの？どうしたの樹木さんは。お腹の調子が悪いだって。じゃあ胃腸薬あげるよ。ついなんかフライパンで作ってもらう。らフライパンで作ってもらってもいい気もしなくもないけどな。はい、胃に働いて、さーっと聞く。あー、トンタコトンタコトンタコース。はい、だいぶ調子が良くなりました。そいつは何より。で、経験値もある程度増えてる。てか、樹木さん、友達いんの？なんかこういう、なんかすげえ下道な言い方だったけど。あ、ケザメスプレーくれた。いや、誰でも関係持ってねえな。これ友達増やせないのかな。てか、これ、なんかないのかな。大人スプレー。子供の身を大人にする。どうなんだろうな。それともオルゴールか。なんかちょっと試したいよな。催眠術セットはまああれだしな。あ、でもなんか面白い。まだ見せてない夢があったから、ちょっと催眠術で見せてあげよっか。ちょっと見せてみるわ。はい。というわけで、いつものかな？あの、催眠術のやつ。はい、タッチペン、また本体を傾けてコインをよろしく、催眠術をかけましょう。おいおい、はいはいはい、おーおーおーい、混乱してるけど大丈夫かこれ。あ、寝たのこれ。寝たのかこれ。あ、お、なんか。え、樹木さん前あれだよね。確か、海坊主見たんだよね。この海坊主ってやつ。貴族、昆布。昆布は前見たっけ？貴族と、あね、あまり動画で映してない夢を見た場合はあれなんだよね。そう、どうしてもさ、友達関係のさ、やつを裏でやってんだけどさ、で裏でやるときにさ、その時ちょうどそれじゃ夢見てたことがあってさ、どこかで見た島とかドライブとか見たことあるんだけど、変身と、貴族かな？多分それは飛ばしたね、一瞬で。なんか貴族は本当におかっぱ頭の人、ほんとお嬢美代子さんみたいな人がいっぱいいるって感じ。お嬢様がすごいいるみたいなやつなんだけど、俺変身気になるね。やっぱ変身よ、この時間。いやー、もう樹木さんが言っていいセリフではない。お、いや、それただ単にみんなが悪いだろ。樹木さん、豊かな実りの狼が見よう。白いチャーハンパワー。いや、どんなパワー。ふけた？エンジェル、樹木ホワイト。ご飯の前は手洗いよ。こんな気合入ったっけ。なんか変身っていうのはまあなんとなく覚えてたけど、あんなリアルだったっけ。変身すごかったよ。いや、こっちのセリフだよ。お前何してくれてんだ。ついになんかさっき夢で梅干しの食べ過ぎとか言ってたから梅干しあげるよ。ね。だからこれ食べて元気出しなよ。ああ、やっぱ夢に出てくるだけあってやっぱ好きなんだね。で、特になんか考えてる？何に？ん？みんな今公園に来たんだが、売るぞ。男まさり竹水さんとなんか話してる。あいつなんか関係どんどん良くなってんじゃない？男まさり竹水さんと。あと奥でベンチで誰が寝てねえあれ。で、お前裸足で寒くねえのか雪の上。やばすぎだろあいつ。一緒に遊んでくれますか？しんのすけが遊びたかったんで遊んであげましょうか。よう、しんのすけ、どうした？一人合わせ、また合わせ、どんだけやらせたいの？ここでしょう。ここでしょう。おー、すごいね。で、こことここでしょう。あー、違ったか。V3 か。だった V3 ね。オッケー。あ、V3 じゃん。いや、隣だったか V3。今回もし隣接してる可能性あるな。エビチンここだな。オッケー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 。で、ここだろ？ヘチマスポンジ、ヘチマスポンジ、ここじゃないのか。いやー、ハゲ！やるわです。あたり。
いやーこれみんな縦2列だったわ。今回縦2列多かったね。いやー惜しかったね。でも何気に結構当てられるのすごくなかった。おめでとうございます。さあというわけで何をもらおうかな。小さいやつ、これは洗濯バサミで、鳴滝が悩んでんじゃん。どうした？あー鳴滝が欲しい服。まあ鳴滝っつったらまあ服決まってるかなって感じがするんで選んでいきます。はい、というわけで鳴滝にプレゼント包囲。まあ鳴滝はこれだろうよ。なるとき絶対こういうの着てるもんね。てか着てたもんね、ずっと。これでディケイド追い回してたもんね。オッケー。結局これって何だったんだろうね。ディケイド見てきてよくわかんなかったもん、この人。遊びましょう。やばい、みんな、本郷たけしさんから遊びに誘われた。遊ばざるを得ないね、これは。やばい、しかもモザイククイズだ。これ接待しなきゃいけないかな。はい。これは何でしょう。いや、わかりやすいね、本郷たけしさん。あんまりこういうクイズ出すのに向いてないのかなって感じがするね。次、第2問。サイじゃない。はい。え？これはこんにゃくじゃない？さすがに王将ってことはないんじゃない？これ、こんにゃくだろ、さすがに。こんななんか、なんかドス黒い王将は嫌だよね。さあ、最終問題。これは何でしょう？ん？いや、靴下、いや、砂時計でココナッツじゃないか、さすがに。あの白い部分が身の部分なんじゃない？割れてるココナッツ。ココナッツミルク。さあ、だけど、たけしさんにも勝ったんで、何かあげましょうかじゃない。これだな、真ん中。これは、うわ、ドルガバ。やっぱ、本郷たけしさんには、やっぱちょっとプロテインでも筋肉をもっとつけてもらって、やばい人になってもらいたいね。さあ、プロテインあげる。美味しい？まずいプロテインだったのか。じゃあなんか代わりにあげるか、もっとデザートでなんか、意外とデザート嫌いなのかな。じゃあ、アボカドなんでどうですよ。アボカド、これはうまいでしょうよ。食ってみ。好き嫌いがなんか合わない。やっぱりちょっと和の人間だから、ちょっと和な感じじゃないとダメなんかな。じゃあ、お茶なんてどうよ。さすがにお茶ぐらいだったら、好みでしょうよ。お茶嫌いな人間なんてそうそういないよ。嫌いだったわ。だからすごいな、3コンボ。小ゆめちゃん。あ、どうもじゃないのよ。どうした？みんな胃の調子悪いな。ほら、もしかしてこれ梅干し？あの、樹木さんの夢が現実と化してる。梅干しの食べ過ぎで胃がゴロゴロしてる、これ。はい。やっぱ魔法なんかより科学よ、みんな。魔法なんかより科学の方が力があるんだわ。やっぱ樹木さんのね、樹木ホワイト、チャーハンホワイトじゃやっぱダメだったよ、ほんとに。樹木ホワイトじゃほんとダメだったわ。あ、俺くれんすか、なんすか。風邪薬、なんかみんな胃腸薬をあげるかに風邪薬恵んでくんで、暗い梅干しパワー！いただきます。さあ、どうだ。そうだね、今回超苦手なものとかもあるからね。そういえば全然マジでうちのみ、喧嘩し、うちのみほんと喧嘩しないな。まあ、というわけでちょっと冗談はさておき、ショートケーキあげよう。さすがに女性でショートケーキが嫌いな人ってのはあんまいないでしょうよ。どないや。あ、そりゃそうだわな。さすがにここで喜んでくれなかったら困るぜ。上がりそうだ、上がんない。上げさせてやる。くそ。上げさせてやる。お前のサングラスの部分を拭いてやる。オッケー。さあ、問題は、あげ、レベル上がったら何を覚えさせよう。一人称とかわかんねえからな。どうしよっか。インテリアでもいい気がするけど、道具。やっぱ女性たるもの、化粧というのは大事なのではないんでしょうかってわけで、化粧品。どうぞ。もらった化粧品を使ったら、自分が美しくなりすぎて、怖かったです。いや、早っ。さっきからもうそんな数分も経ってないの使ったの、早すぎない？俺使ってんの？うわ、してるわ。すごい、シュって、首元に対しての、すごい気にし方がすぎや。やばすぎ。首元へのなんか、首元への集中砲火がやばいって、どうした？何あれ？怖い怖い怖い。あれ、宝太郎ちゃんどうした？思いつきで何でもやっちゃう男です。まあ、ガッチャだもんね。どうした？ええー、なんだろうね。ガッチャしか俺、お前のあまりそんな落ち込んでる描写あんま知らないけど。ごめんみんな、さっきさ、言葉プレゼントしたんだけどさ、あれだったね、ちょうど、ちょっと、おぉ、どうしたどうしたどうした、あれなんだよね、さっき言葉プレゼントした、間違えてちょっと5時でちょっと紹介しちゃったから、ちょっとこれで正しい言葉を覚えさせました。グリオン。で、落ち込んだ時の言葉はグリオンですね。あれね、ガッチャードの時にグリオンってやつがいいんだけど、そいつを思い出すような感じにしときました。まあそういう時が宝太郎が一番落ち込んでたからね。だって、宝太郎は何が好きかな、サンマの塩焼きなんて好きなそうじゃない。日本人だ、日本男児たるもの、サンマの塩焼きをうまく食えなければ、意味がない。はい。まあまあ美味しかったらしいわ。唯一最近やっと食材あげてまともな反応がこれとさっきのね、小夢ちゃんのあの反応だっただけだったわ。で、次、スパナー、黒金スパナー、どうした？
お前は何に悩んでんだよ。おい、スパナー。こんばんは。はい、こんばんは。で、どうした？何悩んでんだい？お腹が空いちゃったが、お腹空いちゃったからにはお前何が好きね。焼き鳥とか食ってそう。焼き鳥なんか食ってそうだ。意外と渋いからな、お前。さ、食えよ。お上がりよ。あー、すごくおいしい。やっぱ焼き鳥、やっぱ肉が嫌いな人はね、損してると思うからね、俺は。はい。で、どう？なんか考えてる？あまりの負けず嫌いだと思います。全くもってその通り。でね、みんな今管理人室来たんだけど、今こんな感じだね。今の力戦奮闘のマンション、主張しすぎマンションでございます。住民の方は71人、平均年齢33対7。惜しいな。33対4だったらよかったんだが。で、男女比は41対30だね。で、住み心地は星3で、悩み事解決数は168で、性格分布数とか見てみる。今こんな感じだね。まあ割とてか、ここに誰もいない。すごいな、ここに分類されたやつが誰もいないんだけど。クールの横、誰だあれ。俺割とさ、性格は割と自分の思った感じにしてるからさ、割と多いのがやっぱドライ系バッサリ型なんだよな。我が道突っ走るタイプ、意外とこれになること多いんだよな俺。そのキャラクターの性格合わせるとこんな感じになるみたいな。またノリ系ガンガン。まあ割と主人公キャラが多いからそれは仕方ないんだけど、主に占めてる仮面ライダーの主人公とかだからな。主人公はやっぱ熱血キャラとかね、そういうの多いイメージあるんで。まああとはまあバラバラかな。意外とクール系がやっぱ少ないかなって感じ。そうだね、クール系少ないがもっと増やしていきたいかはあるね。おい、みんな見ろよ、カオちゃんが夢見てるぜ。見てやろうぜ。なんだろう、上画面か。え、怖っ。なんかピッコロみたいに触覚書いちゃってるもん。ナメック星人だこれ、実質ナメクジ。いや、カタツムリだが、エスカルゴン。お前のそれもからかず多いってことこれ。ありえるな。え、何もらえんの？エスカルゴン！エスカルゴン！調理されちゃったわ。で、どうした？カオスちゃん、悩んでるようだけど。はい、こんばんは。で、どうしました？かわいいかぶり物、いいでしょう。カオスちゃんはこういうのつけてそうなイメージあんで、これをプレゼンツ。かわいらしいと思いますよ。よかったよかった。気に入ってもらえたらしいわ。デカリボン。クソデカリボンつけてあげました。さあ、何あげようかね。インテリア、やっぱ可愛いもの好きといえど、インテリアやっぱちょっとオシャレしたいんじゃないですかと思うが、道具。やっぱどんな女子たれど、バレエの練習は欠かさずやっておけと、うちのおばあちゃんのおばあちゃんが言ってましたんで。さあ、あげましょう。あ、お礼くれんの？いいね。ありがとう。さあ、扇風機。で、上に出たら、お、すげえ、ちゃんとバレエの練習してる。軽やかなステップ。いいね。で、おい、うちのやべえやつもなんか遊びたがってる。ここら辺の誰だっけ？やらないよか。やらないは最近遊んだっつうか、相手したばっかだからなって感じがすんね。どうする？行ってやる？俺の分身。行ってやるか。なんかエコひいきみたいになっちゃうけど。よかろう。お前最近友人関係増えたの？共通点クイズ、鬼畜問題出してきやがるな。もうね、最近数を増やしまくってるせいで、俺もどれが誰の生年月日か覚えてないんだよな。何嘘ついてんだ。何嘘ついてんだ、お前は。嘘つきすぎだ、それは。そらそうだろうよ。はい。どうだったっけ、さっき見たけど。いや、見てないんだよ、そんな。いや、二人は意外と明るい性格にしてた覚えあるから、はい、なんじゃないか。どうだ。いやー、惜しい。くそー、ティッシュもらった。で、お前なんか考えてんの？けど、いや、俺でも笑ってるからな。でも、俺もこの話を聞いて笑ってるから、俺も同罪かもしんないね。どうする？ちょっと、ウルゾーレベル5にしてやるか、せっかくだし。なんかね、まあ、髪の毛はそれでいいと思うんだ。なんか、ドーナツ出るのドーナツなんてあげよう。レベル5になったら確かに遊べるとか、選べるインテリアとか増えた覚えあるからね。一応、レベルはどんどん上げときたいね。まあ、どうせ俺はとりあえず恋仲でいろいろみんなとね、もうフレンドの数をえぐいことにしたい男なんで、よろしくお願いしますよ。さあ、道具をプレゼントだ。さあ、俺も持ってる。今、俺が実況で使ってるやつをやろう。Nintendo 3DS LL。実際俺これだからね。でも、ニュー 3DS LL だったかな、俺。確かそうだったはず。しかも、モンハン仕様のやつ。ダブルクロスのやつだね。あ、なんかやってるわ。さあ、今多分これ実況撮ってるね。だったらコードが届かねえ距離にあるから、あいつ大丈夫だろうか。これ裏作業中かな？裏作業中みたいなもんだろうね。で、誰か友達になりたかったやつはいないが、
そうだ、白子ちゃんの名前見ない聞いて今回動画終わろっか。ちょっと歌のやつでちょっと作詞長くなってんで、作詞時間が長くなってるからね、ちょっと今長めにちょっとやってんだけど、こっちの悩み相談を。で、どうした？うわー、出た！むずいやつ。いけるかな？やってみるしかねえ。いきます。意外と鼻が小さいから、ここら辺を狙って。はい。いや、ダメか。これどうなの？こすんない方がいいのかな？いや、そうじゃないな。逆にこすった方がいいのか。ダメですね。無理ですよね。むずすぎ、くしゃみ。まあ、白子じゃねえ。こういう服が似合うんじゃないかってわけで、ちょっと服をプレゼンツ。どう？まあまあか。まあそうね。さっきの画像調べた時着てそうな服がなかったから、とりあえず服あげて、もう一つなんかお腹空いてるようだしなんかあげるか。やっぱ女性だからちょっと洋食系の方が好きそうなんで、ハヤシライス。いや、麻婆、優越麻婆あげよ、俺の。俺のこの優越麻婆あげよ。さあ、どうだ？あ、優越麻婆美味しいだと？生粋の軽いやつ好きなんだな。俺麻婆食いたくなってきたわ。四川風麻婆美味しいんだよな。俺ね、四川風麻婆好きなのよね。四川風麻婆はうまいよ、ほんとに。さとき、悩みはまあ結構あるが、さすがにちょっと動画時間的にやれるのはここまでって感じ、なんかすげえしゃっくりしてたな。まあ、というわけでじゃあみんな、今回ここまでご視聴ありがとうございましたってわけで、最後にセーブ画面見て終わりましょうや。誰だ？走れ、スパナー。